それでは最後の,あの説明をしたいと思います。えー、まずあの推定子宮体ろ過量 EGFR の説明になります。教科書は6ページになります。でえーまあ、この EGFR っていうのは何かというと、まあ、容易にこの GFR を算出できる、まあ、そういったものになります。GFR、さっきのクレアチリンクリアランスと、まあ、同じような意義がありますね。腎疾患や腎不全、えー、などの などで、あのしまあ、その、まあ、人疾患の進行状況を知ることができますと。で、えーまあ、実際の、まあ、医療の現場では、クレアチニンクリアランスか、あまあ、推定子球体ろ過量 EGFR で,で、えーまあ、代用することが多いって書いてますが、あのまあ、実際さっきあのクレアチニンクリアランスを説明をしましたが、 クレアチリンクリアランスはこの、まあ、患者さんにこの500ミリの水を飲んでもらって60分後排尿してでさらに30分後採血してさらに30分後あの排尿するという、まあ、ちょっと手順が多くて時間もかかるあの検査なんですよね。でそれをま多くの患者さんに実際にやってもらうというのはなかなか難しい、えー、ことになります。まあ、ですので、えー、まあ実際の医療の現場では えーまあ、この推定子宮体ろ過量を持って、あのーまあ、腎臓の機能の状態、まあ、機能を、あのーまあ、知るということで代用、まあ、しています。単位はミリリットル、えー、パーミニ、パー、えー、1.73平方メートルになります。でこの推定子宮体ろ過量をどうやって求めるかっていうその計算式が教科書の6ページにあの計算式がまあ書いています。 でただ、まあ、この計算式そのものはあの覚えなくてもいいとは思うんですがあのこの計算式に必要な項目についてあの覚えておく必要がありますで、えーまあ、この推定子宮体ろ過量を計算するには血清のクレアチニンの値と年齢と性別から、まあ、この計算式に当てはめてあの求めるということができますでこれに関する国家試験の問題が出題されています、えー国家試験は国 の60回目ですね。えー、推定子宮体露過量 EGFR の計算に用いられるのはどれかということで、まあ、こ,のこの3つのどれかになります。で答えは4番の、まあ、年齢になります。はい。それでは次の腎の機能検査ですね。あのフィッシュバーグ濃縮試験について説明します。これは教科書にちょっと書いていなかった項目になります。 でこれはあの何を調べることができるかというと、腎臓の,あの濃縮力を調べることができますと。で、機能としては、この、遠、え、位、ー、尿細管とか集合管の機能を知る検査になります。で、えーまあ、これらの,あの部位っていうのは、水の再吸収をする器官にな,なるのですが、まあ、その,あの能力がまあ正常なのかどうなのかっていうのをあの調べることができる検査になります。 で臨床的意義としては、この腎臓の濃縮力を知るわけですが、まあ、その濃縮力の低下をあの示す、まあ、そういった病態として、まあ、いろんなこういう間質、えー、性腎炎、慢性、えー、腎右腎炎、パンコニー症候群など、まあ、こういった病態で、あのー、濃縮力の低下というのが認められます。でまた、健康な、あのー、高齢者でも濃縮力というのは一般的に低下はしています。 でこのフィッシュバーグ濃縮試験の検査法です。えー、とまだ前日にあの高タンパクの夕食をあの摂取してもらって、えー、水分の摂取のは、まあ、制限してもらうとで。そうすることによって次の日の尿がかなりあの濃い状態になるので、まあ、その濃縮力を調べると。で次の日の朝、えー、起きてから1時間ごとに3回採尿してもらいます。 で採尿してその3つの,あの尿をの、えー、尿比重を測定するというだけになります。で判定ですがあの、腎臓の濃縮力が正常な方というのは、この、えー、っと3つの,あの尿の比重があ、まあ、どれか1つでも1.025以上であればあの、濃縮力は正常と見なせます。 で一方で、腎臓の濃縮力低下している方っていうのは、この3つの尿ですね、えー、いずれもあの3つとも点比重が1.025以下になってしまいます。でえーまあ、これは腎臓の濃縮力低下というふうに、まあ、判定する、まあ、そういったあの、えー、腎機能検査になります。で最後に PSP 試験についてあの説明をします。 で、フィッシュバーグ濃縮試験はこれ、遠位尿細管とか集合管の機能を知る検査なんですが、PSP 試験っていうのは、近位尿細管機能とか腎血流量をまあ簡易的に調べるような検査になります。で、この PSP 色,色素をまあ使,使うわけなんですが、まあ、これはあの赤色の色素なんですよね。で、あのまあ尿中に排泄されていくわけですが、えー、これはあのまず PSP あの色素を、あのー、患者さんにあの静脈注射をします。でえー、そうすると静脈注射された PSP というのは大部分はアルブミンとあの結合をしますで、えーまあ。静脈注射後は、まあ、体内ではあの分解されないでほとんどが あの腎臓から尿中に排泄されるわけなんですが、まあ、腎臓では全体の約6%程度が糸球体でろ過されるんですが、まあ、残りほとんどがですね筋威尿細管からあの分泌されて、まあ、排泄されるという、まあ、そういったものになりますで、えーまあ、これらの,あの尿細管区に排泄された PSP っていうのはあの再吸収は受けないので で、まあ、尿中に排泄されるので、筋、まあ、尿細管の分泌能力ですね、まあ、これを調べることができるという試験になります。で、まあ、臨床的意義としては、腎血流量の低下や筋尿細管機能の低下するような病態で、この PSP 色素の排泄量量というのが減少します。で検査方法としては、えっと、まず、あの、 患者さんにあの、えー、ま,あまずあの尿を排尿して膀胱を空にしてもらって水500ミリを飲んでもらうとで30分後に PSP の溶液1ミリ6ミリグラムパーミリリットルのものこれをあのあの正確に静脈にまあ注射をしますともちろんこれはあの医師とかがやりますね静、えー、脈注射後あの15分後と 2時間後にあの無理やりあの排尿してもらいます。でその尿検体を使いますで、えー。排尿されたこの2つの尿はですね、えーまあ、尿に10%水酸化ナトリウムを入れると、その赤が十分発色して、きれいな赤色になります。でえー、さらに水を加えて、メスアップして1000ミ,ミリリットルにメスアップしてやって でそれの545ナノメートルでの急行度を測定しますで。検量線を作成して、それぞれの PSP の濃度、これ、パーセントを計測定しますとで。判定ですが、この15分値が大体この回収量の25から50%ぐらい、平均35%ぐらい回収されると。 2時間値があー、まあ、55から85%、平均70%ぐらいが回収されると。でまあ、これがあの基準値になります。でえーまあ、この,の PSP 試験の大体15分値がまあ大事な値だというそうです。 で、まあ、この,あの値が PSP の排泄量がまあ低下していないかどうかっていうのをまあ判定すると、まあそこ。そういうことで、筋尿細管の何らかの疾患がないかっていうのをあの調べる方法になります。で、まあ、人機能検査以上になります。それでは次回は、えっ、ー、と、尿賃査のところですかね。これが第5回。 次週は第6回尿賃査の標本の作成法、染色法、強健法、あと赤血球、白血球などについて、まあ、解説をしていきたいと思います。それではあの今日の授業終わります。お疲れ様でした。